向かって、右側の黄色の削除物が、交換神経幹で、それに沿って左側あるのが大内臓神経である。大内臓神経は、主として、胸髄の T6T9 から起こる自律神経の不死、前線繊維である。すなわち、脊髄から出て、交換神経幹を通るがそこではニューロンを乗り換えず、そのまま復腔に達しているものである。なお、大内臓神経、小内臓神経、 最小内臓神経などを合わせて、胸内臓神経ということがある。大内臓神経は、第6第9、胸神経節から出て、交換神経幹を素通りし、交換神経幹の内側を脊柱に沿って、加工横隔膜を貫いて復空に達する。このうち一部は、復空神経層に一部は、人神経層に入りここにあるシー神経節で、ニューロンを乗り換え、 腹部の臓器に分布する。なお、第10から11胸神経節から出るものは、小内臓神経と呼ばれる。これらは、腹空神経層において、追体前面、大角膜脚、大動脈によって囲まれる空間に分布している。大内臓神経に含まれるのは、交換神経繊維であり、これらは小内臓神経とともに、腹空神経節から、腹部の血管や、 小腸などの内臓に分布し、消化の抑制などに働いている。これと拮抗するのは、瞑想神経である。また大、腸内臓神経には、吸神性の繊維も含まれており、これにより、内臓痛が伝えられている。従って、腹部悪性腫瘍などによる、難治性の疼痛に対して、これらをブロックすることにより、痛みを和らげることがある。 小内臓神経や最小内臓神経は存在しないことがあるが、大内臓神経は必ずあるとされる。しかし、どの位置の交換神経幹から分かれるかは人によって異なることが知られている。その中で最も多いとされるのは T6T9 のレベルで分かれるというものである。少数だが T4T11 のような広いから分岐する場合や T5T7 の狭い、 範囲からしか分岐しない場合もあるエヌナイドエトールサーイシックスプランクニックナーブス J ノット199 585から590ありがとうございます